こんにちは。カウントだけでもお願いします。お昼ご飯食べてなくて、でもリハ終わるまでお弁当も出ないので、これ食べてる。なんかここの部屋ってね、なんか人が通れる場所なんですよ。目の前がで、ガラス張りになってて、ちょっとで見えるんです。で、誰も通ってないのに誰か通ったって思っちゃう。怖い、こうやだ。そういえば、時計持ってくるの忘れたので、時計ないので、58分になったら教えてください。くまたまうちゃん、ありがとうございます。何食べてんの？プロテインバー。プロテインバーなのか、これはクッキーみたい。なんかちょっと前に買ってあって、プロテインバーだ。ちょっと前に買ってあって、もう全然食べてなかったので、あ、今日ちょうどいいやと思って、お腹空いたしと思って。お昼ご飯しょうちゃん、タコ10個ありがとうございます。で、コーヒーだけ買ってきた。ずるい。公園の前にお寿司食べに行くだっていいの？
コーヒー、お寿司食べたい、お寿司食べたい。行きたいよ、お寿司行きたいな。アナピーさん、タコ10個ありがとうございます。今日僕は何も見てこなかったけどさ、できるかな。ハロー、 I'm 20 years old。 お腹がギュルギュルなるんだけど。キョンちゃんがポジション表をお仕事、何のポジション表、どこで言ってんの、何。読むと英語じゃないけどね、めっちゃローマ字。まあ共通語なんで英語は何でもいいですよ。リトルリトルリトルの言い方がもう日本語なの。カウントは短時間でもいいわけ、もう5分あればできるよ。数字がああいうに戻されるって、あら、でもできるところまでカウントしてくれたら嬉しいです。私私の名前は石渡せらです。なんかもういらなくなっちゃった、これ。私ってそういうとこあるよね。うん、そうだよね、うん。一人で、
ゆっくり食べてるからだ絶対。豪華キッチンセットエプロンとかじゃない？分かんないけど。しなちゃん明るいって。やっぱね。レインボースターいっぱいありがとうございます。グレーボーシュガね、ローマ字って読んじゃうよね。ほっぺたが好きなんだって。うちわでしょ。正解要求はうちわでしょ。お腹が痛くなってきた。お腹痛くなってきた。もういらないんだけど。そういうとこある私って。今日のこれ半分がお料理選抜の8位以内だって。すごい。そうなの。確かに。でもイベント参加してるメンバーがほとんどじゃない。3週目集めていきます。いってらっしゃい。ありがとう。初波さんかわ…あ、やばい立てる立てる指がおかしいし今の。ごちそうさまでした。しょなみさんかわいい10個ありがとうございます。お腹が鳴る。キュルキュルしてる。15時までね。だから14時58分になったらみんなが私に教えてくれるので、そしたらランキングを読んで終わります。顎が疲れました。
じゃあさっき48分で言っちゃったかな、わかんない。よくないけど。今日栄養ドリンクかこれか迷ったんですよ、ブラックコーヒー。でもちょっと節約 しようと思って数十円安いか、こちらが。ご飯それだけだよ。お弁当出るからね。ごちそうさまでした。レイダウンでモノミさんだって。今日そこじゃないよ、モノミさんの。なんでしょう、だって変ね。何、ちょっと怖いよ、どうしよう。 ね今日そのショールームをくれたらどうしよう。早くついてないと早すぎやん。それは早すぎだ。会いたかった会いたかった会いたかった。イエス。明日の20時そう。あ、明日のさスケジュールも考えなきゃ。マホだ。私予約してないからさ、予約してるんですけどって言ってるのかな。すいません。マホがいた。あと何分ですか？てか。あと8分ね。大丈夫だと思う。わかんない。でも私は違うんです。ちょっと聞いてください。私はまあ場所が悪かったかも。ショールームするならね、他の部屋でもいいんだけどさ、なんかいつもこっち予約しちゃうんだけど、なんか2つあるんですよ、ここのね、ルー、そうで、大きい方と小さい方があって、で、昨日の時点でどっちも空いてますって言われて、で、大きい方予約お願いしますって言って、14時半から15時までだけど、14時半も使ってたんですよ、誰かが。わかんないけど、誰がいるかわかんないけど、そうで、あれってなって、でもまあこっち空いてるからこっち使おうと思ってこっちにいるんだけど、はにゃ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 。それかワンチャン何も確認しないで、その大きい方使ってる人が何も確認しないで空いてるから使っちゃおうっていうやつかもしれないね、もしかしたら。
しょうちゃん、かわいい10個ありがとうございます。マスクするなって思ったよね。そういえばしなくていいよ、一人なんだから。ショルもあったら聞いてみようと。いや、私予約してないことでしたっけって言って、聞きたいだけ、ただ、うん、そう、そういう時もあるよねって感じで。しんさんファイト10個ありがとうございます。そう、まあ、たまにあるんですよこういうことが。そうだから、まあ、慣れてはいるので、まあ、これがね1年目2年目とか3年目とかだったらどうしよう、いいのかなこっち使っちゃってってなるけど、もう今いいやこっち使っちゃおうっつってもう慣れちゃった、うん、まあ誰か来たらどけばいいしすぐっていう気持ちです。でもなんかわかんない、魔法はどうなんだろう、すぐ戦いたかったら申し訳ないけど15時までだよって言ったらわかったって言われた。うん、コウタさん、クマタワーに3個 ?3 個ありがとうございます。ごめんね、今書くものないんですよ本当に、ごめんなさい。さっきもタワーくれたかって言ったけど、そう、書くものないんです、ごめんなさい、ありがとうございます。お腹痛いよ、お腹痛い、お腹痛い、それ2番か、ゆっくり、いやゆっくり食べたから食べれなかったような気がするんだけどな。なんか私も痛くなってきた、なんでよ、私痛くないお腹私お腹痛くない、人影がさっきから見えてちょっとなんかこうやってなっちゃう誰、もうどかなきゃいけない、あと5分だって。お仕事いってらっしゃい。ねえねえちょっと何か違うことで気を紛らわしとかないと、私お腹痛いよやっぱやっぱお腹痛いよとか。ポン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 、みんなどうしたの、頭痛が痛いとかお腹の腹部がとか、どうしたの、
のマッサージしとく。顔のマッサージしとく。顔のマッサージしとく。顔のマッサージ。顎疲れたから。ここが疲れた。さっきね、食べてたらプロテインバー。ここが疲れた、すごい。君に注力しんばし何も話せなくても確かに今僕一つになる君注力しんばし何も話せなくてもまもなくだって、やだ、まもなくって言わないでよ。58分だって早いね、みんななった瞬間お知らせしてくれてんのかな。ナウせいちゃんと一緒にアリスしてほしいだって、やりたい。水曜日のアリスでしょ。ランキング読みます。13位グリーンリバーさん、12位ガーリックジュニアさん、11位キミさん、10位ワルタンさん、9位マシューさん、8位アカンナナソルティさん、7位オノピーさん、6位ショノミさん、5位シンさん、4位ショウちゃん、3位ウちゃん、2位ヨシミツさん、1位コウタさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。59分って言って。ナオトさん、クマタワーありがとうございます。まだなのか。もう59、本当にバイバイ。公演見てください。